So you see those layers? Yeah. Like you see, look, see closer. So this is one, right? One layer, two, three, four. You can see that, right? Mm-hmm. So this is like a ear. Okay? So this is 1 year, 2 year, 3 year, 4, 5, 6. So when you count it, this tree might be about like what? Like when it comes here, it's getting thinner, but it's still layer. So maybe like a 50 years old, something like that. Okay. You see it? Mm-hmm. Isn't it cool? It's 50 years old. So that's how you see. That's why I told you yesterday that the big trees are very, very old. But this tree is not even growing. Huh? Well, yeah, because that one got cut. Cut? Cut, yeah. Isn't it cool? Nature is amazing. ゴールに着きました。 It has been like 20 You have arrived. Destination. And look, we're in the pool place. It was like a 30 minutes. Yeah. I think. This is 1回キャメロンが転んだりして大騒ぎがありましたが、なんとか着くことができました。皆さん応援ありがとうございました。疲れた。 OK。 こんにちは。こんにちは皆さん。あのね、さっきね、ターゲットに行ってきたの。髪ぼさついててごめんね。で、なんで行ったかというとですね、なんか必要なもの買ってきたんだけど、これを買ったわけよ。これ、どってことない、お水飲むやつなんだけど、これ、娘に買ったのね。で、うちの子3歳なんだけど、要はさ、私、子供たちってこうやってほら水筒持ってるわけじゃないですか。私たちもそうだけど大人も。私水垢がたまるこう複雑な形をしている、飲むところが複雑な形をしていて水垢がたまって洗いにくいやつ嫌なんですよね。でなおかつこうやって開けた時にここになんかシリコンとかがいろいろついてて、別でこうやって外せて、でそれも洗ってとか、なんかそれめんどくさいの嫌なんですよね。だからこれ買ったの。これは、ここを押して、ここを押すとここから、ここに穴が開くから、ここからこういうふうに飲むみたいなやつなのね。で、うちの娘3歳じゃない。でちょっと 量は大きいかもしれないけど、まあ、こうやって開けて飲めるから、これを彼女用に買ったわけですよ。でだけど私たち引っ越す時に飛行機に乗ったりするじゃない。でその時に、自分一人に一本の水筒を持っていきたいわけなんだけど、あの飛行機の中に空港となんだけどこれだと、落としたりとかするから、これに手づかみできるようなものをつけようと思って、それで枕目でそういうのを作ろうと思うんだけど、これもうこれ主婦のアイデアがもろ詰まってますからね。これあのね、うちの息子が歯が生え始めたぐらいの時に買ったやつなんだけど、木のおもちゃでこうやってこのさ、歯がかゆい時にこうやって噛むようなおもちゃなんですよ。で買ったんだけど全然使ってくれなかったのね。だから私はこれをどうするかっていうとですね、これをこの枕目の紐をいろいろこうつけてデザインをしていきながら、こうさ、ここを持ってうちの娘がで、こうやってこうぶら下げられるようなものをこれから作ろうと思います。なんてグッドアイディアなのって感じでしょ。家にあるもの全部使うよ。 OK? よし、それでね、使うのはこの枕目の紐とかハサミとかなんだけど、昔これを作ったわけですよ、子供たちの水筒用にね。これはさ、こうなんか枕目でこうやって編んでて、こことかちょっとデザインとか入れて、ここにキャメロンの名前とか入れた、なんていうの、首から下げれるようなストラップみたいなやつで、これに
このさ、こういうふうにつけまして、こういう感じでつけて、で首からぶら下げてたんだけど、こうやってスイングするとかなりの勢いで水の、なんていうの、このボトルがここスイングされて危ないんだよね。そうで、多分キャメロンもしかしたらこれ、うん、キャメロンはこれ使うかな。キャメロンはこれ使うけど、これがさ、取っ手が何もついてないやつだから、私がいちいち作らないといけないの。そうで、これね、昔子供たちに作ったやつなんだけど、これもいいアイディアだけども、ちょっとこれから、私さ、結構 DIY 系のビデオ作るけどさ、毎回超見にくいでしょ。あのね、なんかこういう感じでやってますみたいな雰囲気で見てもらえればよくって、なんかだって正直な話、調べ、なんつうの、編み方とかって調べれば何でも出てくるわけなんですよね。出てくるから、なんかこういうのもあるんだとか、ああホープさんはこれを入れるためにこういうの作ってんだとか、そういう感覚で見てくれれば全然 OK。 なんか How to になっちゃうと、私はメイクのビデオの、 あの編集は得意だけど、こういったのはね、もう全然得意じゃないっていうか、あれよ、あのさ、撮れる時間が限られてるから、今一番下の2人が、旦那と一緒に外散歩に行ったから、その間にチャチャチャってやっちゃおうと思って、そう、そんな、そんな感じなんですよ。 OK、これはその紐をさ、こういう風に折って、1本の紐なんだけど長いやつで折って、こういう風になったのね。こいつを、まあ、こうやって持ちたいわけなんだよ。したら、このここに通してですね、こういう感じでやるじゃん。こういう風に枕目って初め作っていくんだよね。そう、枕目はね、基礎さえ分かっちゃえば何でも自分のデザイン、あのね、頭の中で想像するものが結構やろうと思えば作れるから。そうだからね、基礎さえ分かっちゃって、こうなんか数パターン の、 あのデザインの仕方さえ分かっちゃえば、うん、全然自分でなんかやりたいの作れるし、私この間カーテン作ったしカーテン、あとはなんだろうね、こういうさ、なんかストラップみたいなやつとかして、いろんなものぶら下げられるし、あと、まあ、枕目のね、あの、この、あ、ここ見える、これとかもそうだけど、なんかいろんなの作れる、キーホルダーとか、そう楽しいですよ。もしかしたらこの日もちょっとこういうのにすると太すぎるかもしれないけど、まあ、こういうふうに4本つながってるわけじゃないですか。で、私はどうするかって言いますと、私ぶら下げてやった方がやりやすいんだけどね、こういうふうにやるよ、見える、したらですね、この子ありますね、この一番右の子、この子をこことここが分かれるわけです。 OK、 ここが1個、ここが1個の、こういうのを編んでいくの、今のところね。でしたら、この一番右の子をこういうふうに上にやってですね、OK ですか。で、あれどうだったっけあれ、待って、上の子をこうやって持ってくるじゃんか。でしたら、この一番、この人いますね、この人を、人じゃないんだけどね、この上に、こういう状況です。 OK ですか。 ABCD、 A がこう来て、で D がその A の上みたいな。したら、この D をA と B の間あるじゃん、これを下こうやって通しながら、こう抜けてくるわけです。 OK、 で結ぶ、一玉結ぶ。 OK、 できた、こんな感じね。したら、どうしようかな、このままトゥイストしていこうかな。そうね、そうしようかな、トゥイストしてこう。したら、また同じなの、この A をこうやって B と C の上にこうやって乗せますね。そしたら、この D ちゃんいるじゃない、 D ちゃんをこの A の上にかぶせるんだけど、こういう感じで、こっからこの D を A と B の間から抜かすわけよ。
Okay. こういう感じで。こうなりました。そしたらこれを何回も繰り返していきます。Okay?したらこうやってね、勝手にトゥイストされるのよ。 OK、こういう感じになりました。これが、この、こういう感じになるわけよ。なる予定なの。で、もうちょっとここを長くしたかったんだけど、ちょっと初めの設定の長さが短すぎたから、ちょっとこういう感じでやっちゃいます。で、そしたらですね、ここから、どうしようかな。こういう風に枕目を作るみたいに、やってってもいいんだけど、そうしよっか。それの方が簡単だもんね、正直。そうやってった方が簡単なんだよな、複雑に考えなくても。で、そうしたらここの真ん中、この2つありますね。これを玉結びでもいいし、私がさっきやったようなデザインでもいいし、それでちょっと編んでいきます。この真ん中の2つがあるわけじゃない。で、私だったらそうだね、さっき一番初めでやった編み方と同じように、これが ABCD だとしたら、 A がこういう風に B と C の上に来ますね。で、D は A の上。こういう感じでクロスします。そうしたら D ちゃんを A と B の下からこういう風にくぐらせて、で、ここで終わらせるね。ここ。OK? したら今度、これが A、B、C、D になるんだけど、この D を今度逆のパターンでこういう感じにやって、B と C の上、D がね。で、A が、この、D ちゃんの上に来るんだけど、この A が ABC と D のこの間に下から抜けて出てくる。で、そうするとこういうスクエアのノットができるわけですね。だから今度ひっくり返して、ひっくり返してだね、こういう状況になるんでね。そうそうそう。だからこの状態で、はい、こういう外からやったから、今度ひっくり返してのこうか。したらこの状態でまたノットを作っていくわけなんですよ。 OK。 で、こういう2つのノットができましたよと。したら今度はこのノットから出てる2つと2つ、こういう感じでまたやっていくわけよね。もう私どっかの国の職人みたいになってるでしょ、足使って。イエイ。ほら、こういう感じになった。これはすごい簡単なパターン。そうしたらこの下を玉結び、即席で急いで必要でってなってやるとこういう感じで、そうしたら運びやすくなるから、多分私はここを切っちゃうかな。したらこの下を切っちゃいます。だいたい初めね、枕目をするときはいつも長い長さからスタートした方がいいです。特にこのトゥイスト、ここのパートのときはすごいね、紐使うんですよ。長さ使うの。だから、長めでスタートした方がいい。けどこういう感じになったよ。あ、かわいいじゃない。で、フローレンスをこうやって持つか、
それか、このフックをかけて私とか旦那のバックパックとかからぶら下げるか、まあ何とでもできるじゃん。できたー。 OK。 でこれキャメロンの持ってきたんだけど、キャメロンのはこのストラップをこの取っ手のところにつけて、で首からこうやってぶら下げるって感じ。フローレンスたちが帰ってきた。こんな感じで作りますよ。おかえり。これからご飯を作ろうと思います。今日はカレー、ココナッツミルクのカレーを作ろうと思います。使うのはこのかぼちゃと、アジアマーケットで買ったかぼちゃと、あとこのココナッツミルクと、あとこのひよこ豆と、あと人参と、お芋があったら入れてたけどお芋今ないから、そんぐらいかな。そしたらこれをね、茹でている間にお肉をグリルします。トレーダージョーズで買ったオーガニックの胸肉なのね。でこれを普通にさ、塩コショウとあとガーリックパウダーしてオーブン入れて焼けるまでって感じ。かけようかな。これ後で使うんだよ、カレーパウダー。ちょっとかけようかな。ちょっと、あ、
のこれもこれも入れようか。スモークとパプリカ、ちょっとスモーキーな感じ。カレーなんか入れちゃうからね。パプリカがいいね、いい匂い出してくれるね。このさ、パプリカパウダーと、あ、パプリカじゃねえよ、このカレーとカレーパウダー、塩コショウはスープにほらココナッツミルクと一緒に入れるわけで、ちょっとあのチキンの、あ、うちの旦那帰ってきたかな。このさ、ベレダンブイヤンっていうやつね。これアメリカに住んでる日本人の方は絶対持っといた方がいいよっていうやつ。これをで味付けするので、終わりなわけよ。そうだよね。あ、で、あ、ターメリックとか、あ、ターメリックないんだ。ターメリック入れたら美味しいし、そうね、ターメリック入れたら美味しいんだよ。だけどターメリックはない。あとここにパセリがあるわけ、あのくるくるのパセリ、カットしたやつあるから、こいつも入れよう。超簡単なわけ。だから超簡単なのね。野菜を切って茹でるじゃん、こういう感じで。でこれが柔らかくなったら、ミキサーにかけるわけよ。でぐるぐるぐるするじゃん、潰すじゃん。でそしたら鍋に戻して味付けをするわけね。このこれとかさ、このカレーパウダー入れて、これね、入れすぎるとすごく辛くなっちゃうから、すごい辛いわけじゃないんだけど、子供たちはすごいさ、ちょっと辛いとかそんな感じの辛さになるから気をつけて入れてる、ちょっとずつね。で、あとこいつ入れて、カゴの爪やったでしょ。あとこのパセリ入れるじゃん。で、塩コショウみたいな、そんな感じやん。すごい美味しいわけで、一応サラサラじゃなくて、こうザラザラさせるテクスチャーにしたいから、カレーだからなんかお米とこうほら絡まるようにして食べたいじゃない。だからまあそういう感じでミキサーでさ、こう潰して、でチキンは最後グリルで終わったら、まな板の上でカットして、その全部終わった スープっていうか、そのカレーにぶっ込むだけだから、見えない野菜を子供たちは食べることになってるわけで、私は普段だったらこれに玉ねぎとお芋は必ず入れてるんだけど、ないわけあとターメリックも入れてる、黄色くなるやつ、あれもないんだよね。そんな感じよ、エディソンさん。そしたらこのチックピースを入れまして、こんな感じじゃん。てか思ったけど、ちょっとほうれん草とか入れる、今入れちゃう。もうなんか何でもいいからぶっ込む感じ、野菜ほうれん草も入れました。 OK、 しっかり蓋をしてミキサーにかけますよ。Upstairs, you know, it's some good exercise, Michael. Oh, cool. Are you talking to Mikey? Yeah, we're talking on our walkie talkie. Walkie talkie. Okay, そしたらこれを鍋に戻すよ。メイプルシロップ忘れた、これ話すの、これ入れなきゃダメ。